いやじわじわいってます。水素でできました。水素いっぱいあってる。おいしい。マジか。なので許可ください。あ、どうぞ。いいですか、うん、ありがとうございます。やったすごいね、これ公開決済のやばいよね、これスーパーフォーミュラの初戦が行われています鈴鹿サーキットにやってきました。こちらのイベント会場に今回水素キッチンカーを出すと聞いてきたんですけど、中村さんこんにちは。あ、富川さんお久しぶりです。水素キッチンカー、はい、見た目が全然違うんですけど。そうなんですよ、今回は衣替えしました。かわいい。ちょっとトヨタっぽくない感じですけど。確かにないですね、はい、ちょっと可愛らしい。水素で来ました、はい、水素でできました、できましたと書いてあって水素を食べるような感じ、はい、そうなんです。実はハートマーク、かわいいハート。皆さんにこう可愛いって言ってもらったり少し興味を持っていただくようなものにしようかなと。皆さんを笑顔にということで H2 スマイルレストラン、名前がついたんですね、キッチンカーに。笑顔が配っていけるっていう、それであの水素の車です。今回この水素キッチンカーで作るのはひょっとして、はい、ひょっとして、はい、ただのドーナツではないんですよね。ただのドーナツではない、はい、森蔵ドーナツ。森蔵ドーナツ、はい、森蔵さんこと豊田章男会長の得意技ドーナツターンと言っても、今回はそのドーナツではなくて食べ物のドーナツですよ。ドーナツ好きの章男さん、以前母校のバブソン大学でこんなことを語っていました。 Really figure out what makes you happy in life, what brings you joy. When I was a student here, I found the joy in donuts. American donuts are a joyful, astonishing discovery. I want to encourage all of you to find your own donut.I hope your error is one filled with beautiful harmony. Much success and many, many donuts. Thank you very much. Scrunova, Suiso de Goku FC Kitchen Car. Suiso de Hatsden Sta Denlyok de Kuruma を動かすだけでなく、調理も行うことができます。FC キッチンカーはすでに福島でも活動していますが、なぜ今回ドーナツを作るのにこの車を使っているんでしょうか。水素はすごいたくさんの電気が作れるものですから、はい、レストランと同じだけの電力がこう使えるものですから、いろんな調理器がこの中で使えるようになってます。当たり前ですけど静かですね。こうやって食べるところもですね、匂いが全然なくてクリーンな状況で、はい、食べていただきます。来ていただいたお客様に、はい、この取り組みをちょっとでも知っていただこうと思いまして、はい、アンケートをいらしていただいています。ぜひご覧ください。こうやってアンケートを取って、はい、どういうことに生かそうとしてるんですか。今後皆さん の, 認識度合いを伺って、まあ、今後の開発だったりとか水素に関するどういうふうに広げていくかというところに生かしてい いきたいと思っております。今年まだまだもしかしたら驚きのことが起きるかもしれません、はい、それは全てトヨタイムズでご覧いただきます。いよいよドーナツ作りの現場を見せてもらいます。作っているのは東京元麻布のレストランエピキュールのオーナーシェフ藤原浩二さん。食事に制限などがあっても美食を楽しむことができるケアリングフードを提唱しています。ドーナツ作りのきっかけは森蔵さんからの罪悪感のないドーナツが食べたいというオーダーだったそうです。卵も乳も入ってないんで。本当ですね、はい、本当にさっきのこのシロップと豆乳だけでこんにゃくが入ってる。それでつないでる。おお面白い、はい、まずグルテンフリーじゃないですか、はい、で、まあ、グルテンフリーだけだとよくあるんですよね、はい、秋尾会長の罪悪感のないドーナツを食べたいの、うん、ざっくりしたテーマ、はい、あそこでいっぱい考えさせられましたよね、はい、僕はね、うん、さらに廃棄されやすい食材であるおからを使用することで糖質の割合を下げるだけでなくフードロスの削減も目指します。それをですね手絞りで、今はこれは機械で落ちないんですね、卵とか卵白が入らないんで。
それは粘り気の粘土の問題ですね。粘土の問題でつるっとしていかないので、一回ベンチタイムって言って、こっから生地が水分を思いっきり含むまでちょっと待つんですね、はい、すぐ入れないんだ。入れないんですよ。でもそうすることによって生地がこう水分をいっぱい含むことによって油の中に入れても反発してですね、はい、油を吸収しにくくなるんです。なるほどね。そして油の中に投入。こんな油で揚げてんのにカロリーが少ないなんて信じられない。信じられないですよね。にみんなからこういろいろ言われたんですよ。焼きドーナツはどうだと、はい、ヘルシー、もっとヘルシーなんだよ、うんうん、でもドーナツって油で揚げるからドーナツなわけですよね、はい、だからもう焼くっていう選択肢はもう僕なんか決して。それは料理人としてのこだわりっていうところもあるんですか。いや、秋尾会長の罪悪感のないドーナツが食べたい気がある。ドーナツっていう言葉を忠実に捉えたんですね、はい、そうです。これね、はい、早く食べてもらって美味しそうな色。こんな感じです。どうですか。おー、じわじわいってます。じわじわいってます。これで油が染み込んでないっていうのも全然想像できないです。さあ、試食させていただきます。これが森蔵ドーナツ。森蔵さんです。ドーナツがついてます、車に。はい、ドーナツです。もうね、持っただけでサクサクなのが分かります。嘘でしょ。美味しいですよね。本当に本当です。サクッと歯は入っていくんですけど、もちもち感がある生地。おからって聞いてたんで、はい、パサパサするのかななんてイメージがあったんです、うん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 、全くそんなことなくて、もっちりしてるし、甘さが噛んだ時にじゅわっとこう口の中に入ってきます。それがバター、これは僕が、はい、豆乳で作ったあのバターに、これを乗せて、はい、美味しいですよね。冷たいバターがさっとドーナツをコーティングしてくれるので、チョコドーナツとかラズベリードーナツという形が口の中でできちゃう。バターのこの香りも、これ豆乳と豆乳じゃないですか、ね、豆乳のあっさりヒントがおからじゃないですか。だから全部がその大豆由来なので、はい、絶対ぶつかることはないですよね。トヨタイムズをご覧の皆さん、食べたいと思うと思うんですよ。皆さんが食べられる機会っていうのは訪れるんですか。機会を訪れます。もう間違いなくやります。いいですか、はい、今日秋尾会長に言います。今日言うんですね。じゃあカメラの前で公開お願いしましょうね。はい、しましょう。しし証拠取りましょう。はい、取りましょう、はい、やっちゃいましょう。やっちゃいましょう。と話していたら、おはようございます。何、もういらっしゃいましたね。いやいやいや、お待ちしておりました。これ何、これ、これは食べた人がアンケートを、でこれ貼ってます、はい、水素で作った電気だから以前から知ってる、はい、以前から知ってる、はい、以前から知ってるか、当然知ってますよね。ご指示これ今日初めてだったら大問題ですから、僕はね、お願いをしたのはね、はい、ドーナツ大好きでしょ、はい、だけどそのさ、あの体にいいドーナツ、はい、ドーナツはいいんだけど、はい、体に悪いでしょ。だからそれを体にいいドーナツを作ってくださいって言って、ここ。じゃあ罪悪感がないです。罪悪感、罪悪感わかんない、まだ食べ過ぎるから。食べ過ぎるから宣言。キッチンカーをどこで使うかで、街の中かキャンプ場か公園か、どこでもいいや、だってどこだっていいでしょ。そうです、はい、おっしゃる通り。ドーナツが好きな人のところに行きたい。はい、なるほど。水路いっぱいあって、結局全部、あ、ぜひ、あ、森蔵シール欲しいですね。どっかある、森蔵シール持ってらっしゃいます。増田さん、匂いがいいな、ありがとうございます。3月9日です。サンキュー、サンキュー、ありがとうございます。ありがとうございます。いい日ですね。ありがとうの日。会長、あ、中から来た。会いたかったっすね。この関係から森蔵ドーナツが出来上がったんですね。アレルギーにいい食材っていうかね、いうレストランやってんですよ、はい、あの有栖川公園のちょっと上で、うんうん、そこに行った時に、僕ドーナツ好きなんだけどねって言って、はい、でもドーナツ体にいいものは美味しいものは体に悪いよねって言ったら、うん、じゃあ体にいいドーナツを作りましょうと、はい、うん、ぜひ味見を、誰でもいいというのがこれで、できたドーナツがこちら。うーん、どうですか。美味しくなって、あ、分かった。これあの、はい、もしよかったらラズベリーの、結構つけるね。これちゃんと書いて、これね、こんぐらいつけないとね、バターだけでもね、はい、食べられるぐらいですから。これ森蔵ドーナツすごい美味しくない。本当だ。
優しいですよね、うん、優しい、はい、うん、ラズベリーの味がする、豆乳の、はい、合います、美味しい美味しい、こっちはこれはショコラです、いいよ、はい、美味しい美味しいか、高額点ですかこれ、大きさがいい、この水素のカーボンニュートラルが僕もすごい今回トヨタの水素チームと勉強させてもらって、地球にも人にも優しいってことがよく分かったので、この食のバリアフリーとかその笑顔の量産だけじゃなくて、その水素とカーボンニュートラルを合わせていくことでもっとより一層笑顔が作れるんじゃないかなっていうので、水素チームと昨日打ち合わせをしまして、水素チームさん、ちょっと今年はカーボンニュートラル×食のコラボというか、そうですね、食と水素、これはない会社のやつ、会社で作りました、会社を作った、はい、このこういうラッピングして、はい、はい、そうです、はい、でこの水素キッチンカーでもう全国行脚しようと、ーカーボンニュートラルを訴求しながらも、いい、ね、こういうドーナツとかあれをやっていろんなところに笑顔を振り舞いに行きますっていう、でまずは被災地に行ったりとかしながら、そうそう、それがいい、それがいい、絶対ちょっとやらせていただきたいんですよ、ね、何を頼んでる、許可をください、今日のやっていいですか、いやいや違うんです、でも会長違うんです、これ言っていいか分かんないですけど、まだまだ賛成反対派がまだいます、ああ大企業だからね、はい大企業そう言っても全部責任僕に行くんで、え僕ですいやもういやそうですそうですそうです、からなので許可ください、どうぞ、いいですか、うん、ありがとうございます、やったー、やりましたね、すごいよろしくお願いします、はい、それで食べた人を笑顔に、間違いなく、ね、そしてその元気にしてもらえば、こんなありがたいことはないと思います、ありがとうございます、はい、やった、この水素が活躍する場が広がってきています、うんうん、この状況をどう感じてますか、だからねやっぱりね、行動すれば共感し、共感すると仲間が増える、そうすると未来の景色が変わってくる、だからやっぱり水素イコール爆発、水素イコール危険とされてたと思います、でもあの見方変えてみればね、水素であのご飯が美味しくなるね、そして水素を使うとこんなあの未来が描けるよっていう共感がね、僕は生まれ始めると思うんですよね、はい、何か自分にね技がある人はやっぱりそうやってね動いてもらうことだと思いますね、ありがとうございます、そうすると必ず共感生まれるし、そうすると未来の景色がみんなで変えていけるんじゃないかなというふうに思うので、いや変えちゃう、だからそれぞれの得意分野でね、はいはい、みんなが協力しだすと、はい、絶対に変わる、はい、うん、ありがとうございます、はい、じゃあもう一つお願いがあるんですか、はい、もう一つこのドーナツ、ね、ドーナツのお願いがありますよね、ありますよね、あの商品化を、あ商品、森蔵ドーナツの商品化というのをしたらどうか、これ今商品化してるんじゃないの、まだしてないんです、まだしてないの、あの、はい、まだちょっとあの、うん、この特殊なポテンシャルなので、うん、生産の今までのメーカーさんが今まで作ったことも全くない工程なので、うんうん、より一人のように人でも多く笑顔を作っていくためにも、うん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 、これは商品化していろんな人に配って食べていただいた方が多分幸せになるとは思うんで、はい、その許可もぜひいただけたら、商品化する以上はある程度の利潤がないと継続的にいきますよね、はいはいはい、まあ、社会貢献必要なんだけど、はいはいはい、やっぱりね、はい、どん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 商品開発するためには利潤があって、はい、その次を生み出す、はい、わかります、 それはまあ条件でしょうね、はい、うん、はい、利潤はちゃんと取ります、ね、はい、条件付きで、はい、OK ということで、ね、すごいねこれ、公開決済の公開決済、いや、ね、だってやれって会長すいません、やばいよねこれ、いやでもあのね、証拠ができちゃったんだ、でも証拠できてる、体や環境に優しく、そしてとっても美味しい森蔵ドーナツ、水素キッチンカーとともに次はどこに行くんでしょうかね、皆さん待っててくださいね。